ロモデラー RG。 さあやっていきましょう。プロモデラー RG で腕前 X ガチエリア編です。6月もまだ半ばだし、新しく買ったペルソナ5でもやろっかなって思っていたら、いつの間にか月末が近づいてきたので大急ぎで腕前 X をやっていくというような状態でございます。いやー、月日が経つのは早いもんでね、本当に月日が経つのすら早いんだからね。もう一月がちょっと変わるなんていうのはもう本当にあっという間ですね。もう気をつけなくてはいけません。裏を回って見つけた。なんかイカスビアが最近よく見かけるようになって、俺は個人的にはとても嬉しいです。あ、やめて、うん、ただジェットパックは相変わらず見かけて散々ボコボコにされているので、そこは油断せずに行きたいところですね。来ちゃう、気をつけて。こんにちは。やめて。そしてブラスターに最近ボコボコにされやすい。あ、見つけた、俺見つけちゃった。はい、待って、勝ちたい、勝ちたい。あーくっそ、これがペルソナにうつつを抜かしていたものの末路だというのか。だがしっかりと俺はあれですからね、このタコゾネススーツのおかげで相手が見えるはずなのって、なので止めて、止められない。ジェットバッグにやられて、あれ、まずいな。スーフィアも溜まってないし、ちょっと厳しいか。飛ぶよ。この距離だったら飛ばなくても別に良くない。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ちょっと通して、通してください。止めて、止める、止める、止められてねー。くっそー、一瞬止めたのに。待って、これ解除されちゃったー。もう、最悪の出だしだ。アクションゲームを。あれでも俺昨日やったんだけどな、ちょっと久々に。久々だったからダメだったのか。まあ昨日やったのはアサリとヤグラだったから、どっちみちエリアやってないな。エリアは久しぶりだ。あららら、ら、この戦績はちょっといただけないですね。俺が優先して、チームを引っ張っていくような形で、ね、8キルぐらいババーンとぶちかましてね、味方の勢いを作らなくてはいけなかったなという感じがしますね。とりあえず2100までは、というか2100からスタートできたぐらいまでは来ているので、目標の2200を今月は取りたいと目指しています。あとちょっとしかないけどね、今月。さあ、今度はホッキフトでやりましょう。エクスパワー2200。これは買って弾みをつけたいところですね。さて、チャージャー2人か。狙われたくないよ。なんだろうな、今まではチャージャーなんて、もう弱体化しちゃってかわいそうだなって思うぐらい、食らわなかったのに、最近になって久々に、チャージャーの攻撃を食らうような率が増えてきている感じがする。そして、エリアばかりを見てはいけないということを反省点として、挙げるべき。そう、見るべきはエリアではなくて敵。どこに敵が隠れているのか、どこから迫ってくるのかをしっかりと把握することが重要。奥に投げて、ちょっと動きて、いるかい？こっちか。よし、動くよ。そう、エリアを最初取られてしまうのは仕方がない。ふん、ちょっと待って、待って、よしよし、いいじゃん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 。なんで今、いいじゃんって。待って、ここか。だが、ここで味方が今止めてくれているので、素早く取り返せばいけるよ。ここを解除して敵の動きをやめてくださーい。ありがてえプレッサージャー。やめて、チャージャー見ないで。隠れます。近づいてくる？近づいてはいけません。右から来るか？待って、やめて、うっそお、相手もプレッサー使いだったとはな。まあ、あれでも今度、珍しく味方にプレッサーが2人いるので、有利なんじゃないか。おお、3人いない。ここは取ってくれるでしょう。ということで、エリアは味方に任せて、こちらはいろいろな空間制圧の方向に行きましょう。さあ、端っこにいればさすがにプレッサーがいきなり飛んできて大変な目に遭うということはないはず。やめて、ちょっとやめて。お、相手が、そう、プレッサーを吐いてきても、この位置なら安心。あ、近づいてくるね。こんにちは。動きません？動きません？チャージャーさん？チャージャーさんがここで後ろから入ってくるけど、ちょっと待って普通に逃げられた挙句に9番ピッチャーでエリアを取られた挙句に後ろで何かに爆風を食らって死ぬという、踏んだり蹴ったりする大惨事。これはまずいぞ。お前のせいで負けたって何かね。
でも、そこで焦ってエリアばかり見ていても良くないというのはまず間違いない。だが、相手はあんまり今いない感じなので、まずはエリア取りましょうか。そう、いくらエリアに注目しすぎてはいけないとは言っても、全く無視していてもいいわけではない。ある程度はこちらから攻撃の手を出すのはありでしょう。ジェッパー。はい、ジェッパーさん。やめて。こっち見ないで。こっち見ないで。こっち見ないで。ってばスフィアの間にはね。だが、ジェッパー狩りをしてくれたのでなんとかなった。今回のジェッパー枠はオクタなので、スライドはされないんですね。ちょっと待って。かなり入られてるな。待って待って。ここはどうする？ここで一旦通ろうか。で、お、でも、こちらに入ってきた方はずん止めてくれてますので、あとはチャージャーが、怖いか。スプリンクラーちょっと敵陣深くへなり込みましょう。そこから行きましょう。真ん中から来る？来ない。登ってくる？来ない。右から来る？来てない。チャージャーが見てるのは怖いか。うえー、すげえジャンプ力。お、だが、チャージャー一人潰れてますね。ここで爆発、敵陣塗って、あれ？いつの間に？来てない？待って。プレッサーで、なんか、おびき寄せられるのがちょっと嫌だな。やばい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 。待って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 。オッケー。でもちょっと待って。エリアも待って。止まって。待って。待ってってば。よーし、後ろ、潰した。お、味方のプレッサーダブル。いいよ、お箸でつまんでけ。掴んでけ、掴んでけ。いいぞ、いいぞ。とりあえず、これで、こちらの、カウントは取れるかな？進むかな？進んでください。意外と上の方に向かってバラバラと撃つと、鬱陶しいこと、浮き合いでしょ？割って、割ったけど、待って、待って、でも、落ち、あー、これ良くない。この使い方良くない。だが、一度止めるのには使えたか？待って、倒す、うん。で、ここは止めたい。まずは止めて、よし。で、確保も自治体できれば。そんな普通に、当たり前のような欲望を垂れ流し。そんなね、お腹すいたご飯食べたいみたいな、それぐらい当たり前の欲求を今口にしてしまった。そりゃ取れるものだったら誰だってエリア取りたいでしょうよ。危ないよ。上見て。まずいよ。はい、ジェッパさん。はい、ジェッパさん。ジェッパさん。ジェッパさん。動けてない。しかも後出しというか。このギリギリ具合どうにかならんかな。おお、でもいけるか、これ。さすがに味方がエリア内で二人倒してくれたらいける。はず。あ、ありがとう。いやー、なかなかギリギリな試合になってしまったけれど。ただ、一戦目よりはだいぶマシな動きになったかな。よしよし。徐々に調子を取り戻していけ。4キルしか取れていないけど。味方が頑張った感があるけど。そして、相手が、チャージャー2人で、プレッサー1人対、こちら2人という、若干の自己感もあるけど。それでも、この勝利を喜んで、噛み締めていこうじゃないか。さあ、2戦連続の補給と、2戦連続って言おうとしたの、すごい言い間違いの仕方したな、今。さあ、今度はチャージャー2枚というような、よりパワーで、遅れを取るような相手ではない。さらに、苦手な、スパッタリーヒューもいるので、要警戒ですね。もう目の前にいたら勝てないと、それぐらいの気持ちで。ミリンブラスター。スライドの後は見えるか？見た、いた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 。止めて、止める、よいしょしょ、ばあ、オッケー。とりあえず、一番厄介だったスパッタリーヒューが潰れたことによって、俺の心は晴れ模様。晴れ模様なんだけど。お待ち、お待ち。はい、ジェットスイーパーさん。僕はジェットスイーパーさんに、ちょっと、なんで爆発する直前で弾かれちゃうの？待って、うん、かなりのギリギリ。でも、相打ちが取れただけでだいぶマシ。相打ちじゃなかったのか、これ。ちょっと待って。ちょっと待って。あおう。これは、パララン、ピーンってなるでしょ。ほら、ここ、ここがピーンです。はい、そして、ジェットパックがすごく見てる。そして、俺を空中で撃ち落とさんと、プレッサーも見てる。そして、俺を止めようと。なんかすごい、ピロリン、ピロリンまで来ると思っていなかったな。でも焦ることなかれ。エリアは本当に残り20ぐらいまでカウントを進められても逆転勝ちができるルートだから。スパッタリヒュー見えます。あー、でも後ろが取れない。くそ、いいタイミングでポイズンを残されてしまっていましたね。
待って、はい、ここで止める。待って、お願い、お願いします、お願いします。届いてない、分かってはいるんだが、なんですよね、挟まれた。これちょっとまずいな。味方全体で押し込まれてる。これは厳しいぞ、ちょっとさすがに。止まる？止まる？止まらない。あー、ちょっと。でもここで焦っても真ん中間に合わないから、ちょっと終わったな、これは。ですよね。スパッタリーヒューを後ろから取ったのが、全盛期だったというか、唯一の活躍点で終わってしまったな。何が良くなかった？無理して、エリア正面からスパッタリーフを止めに行こうとしたところか、スフィアの展開で上に乗る前に爆発できずに、なんだろう、爆発で相手に圧力かけられなかったあの辺かな。なんとも中途半端な試合になってしまったな。まあだがタコちゃんも解放したことですし、こんな感じでまだまだスプラトゥーン2をやっていこうと思っていますので、よろしくお願いします。そして今回はこれでおしまいです。ありがとうございました。